どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回も遊戯王の開封動画をしたいと思います。で、見ての通り開封するものはこちらです。遊戯王ストラクチャーデッキ海馬編ボリューム2の開封動画です。こちらは Amazon で買いました。48ドルぐらいでした。日本円で4900円ぐらいです。レア物にしてはかなり安いですね。こういうのって結構高いんですよね。ボリューム1がねかなり高いんですよね。こちらもね当時持っていましたけど、子供の時トレードとかやってたので、ほとんどねカードをねトレードしてしまいましたね。後ろ書いてありませんけど、魔法カード、モンスターカード、トラップカードが全て混ざっています。こちら融合デッキ、そしてサイドデッキですね。海馬デッキを制し、究極のパワーで敵を粉砕せよ。究極のパワーをマスターし、デュエルに挑め。すごいことが書かれていますね。それでは開けてみたいと思います。融合カード、 XYZ ドラゴンキャノン、懐かしい。こちらも懐かしいです。ブルーアイズホワイトドラゴン、ブラッドボルス、ランプの魔性ラジーン、ミノタウルス、闇の道化師のサギー、ガーゴイルパワード、サファイアドラゴン、エメラルドドラゴン、 X ヘッドキャノン、ワイドラゴンヘッド、Z メタルキャタピラー、デスグレムリン、マジックランプ、ロードオブドラゴン、ドラゴンの支配者、激高のミノタウルス、カイザーシーホース、マンジュゴッド、同族感染ウイルス、儀式モンスターナイトオブホワイトドラゴン、速攻魔法収縮、リミッター解除、天使の施し、大嵐、催眠術、巨大化、クロスソール、抹殺の使徒、儀式魔法白竜降臨、ドラゴンを呼ぶ笛、エネミーコントローラー、続いてはトラップカード、悪空間物質転送装置、砂塵の大竜巻、最終突撃命令、リビングデッドの呼び声、 DNA 改造手術、フォーメーションユニオン、攻撃の無力化、破壊輪、闇の呪縛、死のデッキ破壊ウイルス、サイドデッキ、ガジェットソルジャー、こちら昔持っていましたね。懐かしいカードです。鉄腕ゴーレム、人食い虫、幻想召喚師、デビルフランケン、邪悪なるワンビースト、セイントマジシャン、暗黒の眠りを誘う、暗黒の眠りを誘うルシファー、リロード、カイザーコロシアン、竜の血族、マジックジャマー、ホーリーエルフの祝福、メテオレイン、そして聖なる輝きです。本当に懐かしいデッキで、懐かしいカードがいっぱいありますね。ちょっと残念なのは、ブルーアイズホワイトドラゴンがスーパーレアじゃないっていうのがね、ちょっとがっかりですね。で、こちらが、ウルトラレア。ウルトラレアっていうのもいいですけど、2枚ぐらい入れてくれればいいですよね。こちらも、はい、スーパーレアにしてほしいです。そこはちょっと残念ですけど、全体的にいいデッキですね、こちらは。パワフルデッキですよ、こちらは。あと、ブルーアイズホワイトドラゴンも2枚ぐらい入れてほしいですね。ブルーアイズアルティメットドラゴンは入っていませんけど、やっぱりカイバはね、ブルーアイズが3体なきゃダメですね。カイバデッキのボリューム1も買いたいと思います。こちらが遊戯王ストラクチャーデッキカイバ編ボリューム2の開封動画でした。次回お楽しみに。じゃあね。